ぜひ拝見してみたいです。うん、いや、止まらなかったかな。菅原さんも何年ぐらいこういうのお仕事されてるんですか。ね、こういうろくろの仕事はもう40年以上になる。40年以上、40年以上掘り続けてる。あ、俺こういう番組見るのすげえ好き。こういうテレビ番組たまにやってません。なんかただこう匠の技を黙って映してて見るみたいな、そういうの見ながらうっとりする日曜日とか超楽しい。お邪魔します。眉毛からだいたいスタートするね、普通は、はい、で眉毛描いて、目を入れるのはちょっとずりやすいね、慣れるまで難しいかもしれない、初期のやつだったら慣れるまで、あれ、いやー震えますよ、それはやっぱり。これは邪魔なの、すいすい、むずい、むずい。でも好き、こういう作業。じゃあ自分がいつも眼鏡かけてるんで、ちょっと自分にもしてこうで、うん、ちょっと秋田で音楽やらせてもらうので、秋田という字を、ね、ああそうなんだ、ちょっと音符マークをたくさん、ああなるほど、はい、うん、音符マークいいかもな、俺も今度入れようかな。すいません、なんだこれはって言われるかもしれない。面白いなと思った。あのやっぱりこうメガネかけてるのって俺初めて見たんだけど、これも面白いなと。あれ意外とでもさ、どうなの？いいね。ねえ。うん。すごい。収まりだったじゃん。はい。出ましたね。やっぱちょっとクオリティがぐっとまた上がりましたね。いや、上がったんじゃないですか？でもやっぱ確かにこれと可愛いもんな。こういうとこちょっと癒やしいもんな、顔が。自分の心がもう出てるもんね。悪だくみしてるみたいな顔になっちゃった。ピュアさに欠けるもんね、こっちピュアだもんな。一つできるのにどれぐらいの所要時間かかるものですか。ほとんど模様によって違うんです。2日ぐらい、1日でって、まあ、頑張れば1日できるかもしれないけど、講習だったらやはり3日か4日。なるほど。うん、まずは土台作りやってもらおうかな。ああ、なるほど、はい、簡単です。そうですか。ちょっと手先が結構不器用なんですけど、大丈夫ですかね。大丈夫だ、大丈夫だから、もみは慣れてこないっていうので、あ、もうそれでそう作っていっちゃうんですね。はい、はあ、はあ、はあ、ここに行くまで程度にまずザクザク、もうすでにいろいろ面白いんですよね。うわ、すごい。ありがとうございます。結構ギュッと縛っていいんですか。いいです。え、全く丸くできる自信がないんだけど、まず先生の自信が。小学校でもやるから大丈夫。あ、小学生でもやるんですかこれ。はい、これ文字通り手探りですよ。楽しいです。でもやっぱり、あ、手を動かしてるとね、ちょっとだけこう気持ちが休まる気がするんですよね。
なんかこう一つのものを何か作ろうとすると自分の気持ちを代わりにこうなんかその玉に背負ってもらってるような感じがして、いやもう僕これ今初めてやってますけど、なんかこう丸くしていくっていうことだけに没頭できるっていうんですかね、それは僕なんかすごい好きだなと思いました。2回以上向かない、次に移動する。はあ。とはいえ人の手で作ってこんな丸くなるんですね。ねえ。こんな丸くなる自信がないんだけど、うん、どうしても心が投影されていびつなものになるぞ。自分の人柄が出る気がして怖くてしょうがないんですけど。作ります。はい、作ったところでこの模様を刺していきます。あ、はい。できるかな。いいんだよね。いいです。なかなかこれはね、大変だよ。超大変だこれ。なんでうまくいかないの。なんだか黒いの入ってきたの。黒い、なんでこの黒いのは。うん、難しいけど、でもこれはね、楽しいです。なんかやれそうです。本当ですか、うん、向いてますか、